おはようございますごめんな、ね、さいあぶあぶ <laughs> きたおはようみんな なんかこの背景どうしようって思った時にとりあえずこのままにしとこうって思ってなんかこの背景飽きるまでこうしようと思います。 寝てたい一瞬ビビったいやそうだよねルアのルーム本当にルアのルームかって感じだよねクラッカー片付け回収しましたよ 半目のまま仕事に向かいます。<laughs> 半目。明るいマジ半目になるよなはじめましてはじめまして。初めまして 仕事前に初めて嬉しい。よかった。精査してた。えす、ー、ご。朝から見れる幸せ。<laughs> 幸せですか。良かったです。 しっかり寝れたいやこの後も寝るんですけど配置終わりにまた寝ようと思いますトる朝一回朝配信してそっから一回寝るとなんかよく寝れるんですよねそっから3時分くらい寝れる毎回。 今日はですね。あの、三期生春休み。春、ん、三期生春祭りだっけ。春祭りって言ったら、もう春のパン祭りしか出てこないんですけど。<laughs> <laughs> ちょっとね、楽しんでいこうと思います。なんだろう、三期生のショールームは、本当になんだろう。仕事って考えない、なくていいというか、なんか本当に。 なんか3期生のの普段の様子ななんかんだろういい意味で仕事みたいじゃないっていうかなんか3期生が遊んでる姿を配信でなんか見ていただくみたいなそんな感じがするのでとても好きですねまだ1回しかしてないけどはい「春のルアー祭り」いやルアー祭りではないですけど。 あ起きや、ね、おはよう,おはようごめんねほんとにマジでルアが起きたのが6分で <laughs> だけどなんかママはもう起こしてくれてたらしいですだけど全然気づかず全然気づかず全然気づかずってなってなんか6分に目覚めてえやばっ,って思って一瞬固まって <laughs> 一瞬待ってやばくねって思ってでここに着くじゃないですかそしたら このまだまだこれが貼ってあっていやもうパーティー終わったしと思ってパーティー剥がしたらなんか次このこれがちょっとあの崩れてきて剥がれたんですよここら辺までやばいと思ってやってたら9分になりましたすいません なんだか起きれなかったよなんでだろうね <laughs> なんでだろうごめんなさいそう崩壊したわけよ <laughs> そう楽屋みたいにねそんな姿を見せできますね こんな速配信で,できるメンバーおる、いや、いないと思いますわ。私はマジで。本当に寝起きで配信してるので。そう別に。これを。この姿は。は別に嫌じゃないので。<laughs> <laughs> だって、どうせ公開するやん、いつか。 多分,分からないけどなんかさ YouTube とかやった時にさ毎日メイクみたいなやった時におはようございますってやって寝起きでやんないといけないですし寝起きでやんないといけないわけではないかなんか別に隠す必要ないな <laughs> わ分かんないもしかしたらあれだよね大人のルアシはこの自分を 後々嫌がるかもしれないんですけど今のところのルア氏は全然嫌がらないのでこわまま <laughs> かんないめっちゃ大人になってさ20歳くらいになってさ「えこの時のルアなんでこんな堂々と寝起きさらしてんだろう」とか <laughs> 思うかもしれないよね。 おはようなんか昨日すごいものをゲットしたのでちょっとみなさんに紹介したいんですよ。<laughs> <laughs> ちょっとすごいものっていうかなんか私がゲットしたあ皆さん持ってると思うんだけどあごめんね切れた <laughs> めん、ね、今切れた。 これです。なんか、まあ、これが。プラグ。コンセント、わかんない、どうやっプラグ。<laughs> で。ここが。あれですね。挿すやつ。挿すやつ、挿すやつ。このね。三つがね、あるんですけど。 私ここにね、まあ、多分よく私こっち向いてるので刺してるなっていうのは多分皆さんお分かりだと思うんですけどあのなんだろうね刺すところが2つあってだけどあのどうしても足りなくなるので <laughs> 私のや私がやらないといけないやつは今のところ充電器あの iPhone のこの充電器とあとこの正面 この照明と。あと。なんだっけ。あとアイロン。アイロン,イロンと。まずたまにあの。ティファールとかね、なんかそういう電気系を使うので。やっぱり。これが必要だなと思ったので、ちょっとこれをね。買いました。<laughs> はい、これめっちゃおすすめ。マジでおすすめ。よしまたつけます。 いいよね。オッケー。で考えた人すごいよね。うん。三つ口タップっていうの。えー。すごい。 <laughs> 15時くらいの延長タップにしたらいやすごいねそれはマジ幸せだと思う何も考えずにバババババババ,バポンとさせるねおはよう私昨日の配信はあとまあお片付けもしてたんですけど あと残りも食べててちょっとしたらなんか食べれそうだなと思ったのでアイスを食べてたんですよでサティワンのやつはまあ一回あんなドロドロに溶けたのでなので一回凍らせてまた食べたらまた美味しかったです <laughs> そう元に戻ったまあ完全に元には戻ってないけど なんかシャーベットみたいになったのでよかったです <laughs> すごく良かったか確かマジで肩幅広いんだよね肩幅がなんかねめっちゃなで肩やな <laughs> りんごジュースなんか撤収されてるけど多分飲み終わってないと思います誰かが飲んでくれてると思う <laughs> <laughs> アイハマイハハナ全部コンセントから八口の延長タップが付いておるハえ。すごくない？でもなんか私もリビングはそのくらいありますね。 じゃあ朝会って素晴らしい。可愛くはないです。全然。いつもよりはまだマシですね今日は。<laughs> マシな日だ素晴らしい。会ってないの？会社来そうだね今日十四日ホワイトデーですもんね。皆さん皆さんみんなちょうだい。 みんちょうだいみんなちょうだい,うだい今朝結構目がいるよ思った <laughs> なんか最初画面外だった時は <laughs> マジでやばくて <laughs> 一生懸命なんか髪とかすと目が意外といいとかよくあるんですよよくわかんないよねもう <laughs> <し> <laughs> もうあくびが止まらない <laughs> ごめんねごめんねでも配信楽しいぜね 今日で連続配信半年ええー、そうじゃん。ではありがとうございます。半年か。なんか私が初めてショールームを入れた時になんかまず何なんだろうっていうまずこれは何だろうこれは何だろうって思った時にまず一番最初にこれが何だろうって思ったのがなんだっけ右上だっけそのルームの。 右上に毎日なんか連続毎日配信みたいな「なんとかデイズ」みたいなあったじゃないですかあるじゃないですかまあ今もそれってなんだろうっていう疑問が一番最初にアプリ入れてから思ってなんかそれでなんか意味を知った時になんかえアイドルって でこんなに連続で毎日配信できるもんなのとか思ったり絶対色は無理じゃんとか思ってたりいろいろいろ思ってたんですけどまさか自分がねもう気づいたら半年というとても早い月日ですね <laughs> 自分ができてるとは思わないよねまさか本当にありがとうございますこれから目指せ1年とりあえず1年365日目指します わ、はがれる。やめて。はがれないで。うん。<laughs> うわ、はがれそう。まあ、いっか。とりあえずいいや。最近、ロアちゃん気になる。ええー、本当にどこらへんが <laughs> どこらへんがどこらへんがありがとうございます。ぜひ気になってください。かゆいな。 今日の昼配信昼休みでグッドなタイミングが良かった頑張ってショールームの本社に行くそうだね楽しみだな <laughs> なかなか頑張らないそうだよねなんかまあチケットは使いつつも何だろううまくうまく時間を調整しながらこうやって朝配信したりしてますしなんかすごいがれそううわ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 っ 楽しいところえありがとうございます。ちょちょっと待ってね。一回一回ちょっといややば。一回ちょっと一回ちょっと画面だい。ちょっとっそう考えとオンオフの切り替え難しい。ああ。ちょっと待ってね。あニャ。可愛い,い。

ダメだったらもういいや <laughs> もうダメだったらいいやしらない <laughs> すいません本当にマジで最近パジャマうわっ最近パジャマがめっちゃ今ナイスキャッチだった最近パジャマがお兄ちゃんの服なんですよやばくない一応に はまってみます朝 <laughs> からお祭り騒ぎ <laughs> <laughs> こういうこともそんなにないよね他のルームだとこれは自分でももうなんかハプニングな,なかなか多いなっていう三脚がないとやっぱり無理だねルアーは <laughs> 泣きがないとこれ倒れるしこれはちょっと剥がれるしみたいなアニエもニエさんのイエスさんアニシの服は何が気に入ってるのえ、なんかあの、ただにあの、ルアがパジャマパジャマの上を出すのがめんどくさいっていうことだけです そした,らたまたまあのー、お兄ちゃんの服が置いてあったから「いやこれ着ちゃ,着ちゃえ」と思って着,着たらなんか <laughs> そ,のままそのままずっとなんか毎日着てるお兄ちゃん何着てるんだろうねわかんないや JC しか買ったんわわもう JK やるわ早いな身長さあるっちゃありますよ お客プレゼントお待ちしております。<laughs> 結構大丈夫です自分で、自分で買います <laughs>。顔似てる。似てるとは言われますけどね。似てないと思う。 <laughs> だ,だい大体兄弟って似てるを否定するよね私は似てないと思うな大量に三脚が届くえそれは面白いね <laughs> あでもさ基本的に「プレゼント何何なんかプレゼント何来ました?」とか紹介 NG なので。 できないんだよ、ね、だからおしゃべり会とかで聞いてくれたら「あ届いたよ」とか言いますはい本当はあれもダメだったあのなんだっけ屈紹介とかも本当はダメなんだけど <laughs> 一瞬ね一瞬そういうのを作った時があります <laughs> 兄と仲良さそうめっちゃ いいですよめっちゃいいと思う,うわあまあ普通普通ですね多分 <laughs> 修正しますやっぱりめっちゃカラー普通にします、はい、そうだからなんか「プレゼント紹介してください」って言われても「ごめんなさい」しか言わなくてそうしたいんだけどね緊急性はダメです基本的に取りにしよかまあ言われてないけど本当はダメです なんかここになんかブツブツできたんだけど今やだーもうかゆいここしか描けないもうここ赤くなってきたしなんかめっちゃチーク塗ってるここになんかチーク塗ってますみたいになってるよね <laughs> ルアシにアニシがいるのそうごめんねなんか「シ」つけるとなんか面白いねルアシにはアニシって <laughs> 紹介してもらうほども思ってない送ってないのでいやいやいやありがとうございます本当に皆さんもありがとうございます新しい特集いくつも書いてありまじゃないです <laughs> まあ、ね、それはあるよねメールとかもダメでそう個人本当に個人に送ってることになるのでダメですって言われてうんうんうん はい仕事行ってきます行ってらっしゃい頑張ってねうわ兄氏ルア氏のことなんて呼んでんのあなんかキモい時はルアちゃんって言ってきます <laughs> <laughs> ちょっとキモい時はルアちゃんとか言ってくるんですけど基本的にお前かルアかルアちゃんですねはい。 たまに「ベルちゃん!」とか言ってくるのでちょっと「キモって言ってますね。はい <laughs> なんか結構だるがらみ多いいです非常にいやちょっとあの,きあの今の言い方だとその「え全然いいじゃん」みたいな「好かれてるやん」と思うと思うんですけどあの実際その。 そ,れをその声を聞いてほしいすごいすごい声してるんかロンちゃん!」とか言ってるんですよ「近づくな」とかよく言ってます私は <laughs> マジであのみんなよりしようだと思うスモモちゃんより塩だ多分マジで,でも弟子は「あは今日も可愛いね」って,って昨日なんかね 私がこ,ここの部屋で携帯いじってたらそしたらなんか弟子がテク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 入ってきて「お水ちょうだい」って言ってこの水の <laughs> 昨日のこの水飲んで帰りましたよか帰ったっていうかこの部屋を出ました <laughs> <laughs> 可愛いね本当にテク,テク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 歩いて,きてしかもさその足音が聞こえてくるんですよななんか来たぞなんかか来来たたぞぞ絶対 絶対弟やんって思ってマジで可愛いいんさはいワンちゃんはいないようん配信見てたってこといやあのねニラもよくえっとですねえっと弟なんかよく ななんですよなんだろうね見る見るっちゃ見るんですけどなんかたまに音声だけ聞くみたいなそういう弟ですしでここ <laughs> ここにいるこ,こ, <laughs> この壁の奥にいる兄はあのよく。 あの寝起きで聞いてたりしますね携帯いじりながら私の声がマジ私こういうこう見えてめっちゃ声大きいのでだからあれですね聞いてたりしますね聞こえるって言ってますはい タラちゃんみたいな歩くことがそうですねうん「東京の水だよ」って教えて <laughs> いや弟には変なことは教えませんおととし寝ているのかな今多分寝てるんじゃないかなこう大きいの知ってるえあみんな知ってた私はめっちゃ声でかいの私声おっきいのカエデさんよりいやカエデさん えー、どうなんだろうね分かんないそれはそれは本当に分からないけども結構うん結構でかいと思う特に歌声マジやばい歌声も本当にでかいそうリビングまで聞こえるって言われましたね 妹がアイドルだと自慢してそうだなな <laughs> そうなんかもともと兄シはねなんかそういうアイドルのなんだろうねなんか知り合い知り合いっていうかそうなんかなんだろうね例えばアニシは同じ学校にアイドルがいたりなんかそういう環境にいたりたまにしてて兄シだったからルアーがアイドルになるって 言ったらびっくりしましたね <laughs> めっちゃびっくりしてたそうもともと兄氏も多分 NGT は知ってましたねはいまあまあまあ時々というかよくいじってくるんですけどまあ応援してくれてます 私のルーム見た後に耳みさんで見る時は音量マックスまで上げていきます <laughs> 確かに耳さんそんな叫ばないですもんね私,私はよく叫びますけどはい確かにそうアイドルアイドル 同じ学校にアイドルいらっいますそうだよね,ね全然アニシ気にしてなかったけどあいるらしいよみたいな <laughs> いるらしいよみたいな感じでアニシはでもそういうアイドルファンにはならないのかなと思ってさいつかなってそうだよね部屋んかさ例えば私が1人暮らしするやんそれでお家帰ってくるやんアニシの部屋ちょっと とちらっと覗いたらめっちゃめっちゃポスターとか飾ってあったどうしよう <laughs> <laughs> うんまあ面白そうだけどね劇場来てないうん じゃないですよまあなんか劇場狭いからさそのツアーとかより全然だからさあれですんの <laughs> そのなん,かなんか狭いってそういう意味じゃなくてあのだからそのなんかんかみんなめっちゃ話しかけてきそうじゃん な <laughs>、ルアちゃんファンですか。<laughs> って、どんな感じなんですか皆さんは。<laughs> すごい影がめっちゃできるこ,こから笑れ笑った。なぜかです。エージェティ,ィスめいるパターンもあるよねきっと。おん。なんか、まあルアは <laughs> この学年一人なので。 NGT で同じクラスになることはき今んところないですねだろうしですかとは聞かれた <laughs> ガンガン話しかけたああそっかそっかそうなんかそういうのがなんか私怖くてバ,バレるのが怖いんですよ あのバレるのが怖くてだからそういう関係者とかは基本的に劇場来てないんですよ優しい人が多いイメです本当にみんなファンの方優しいありがとうございます「兄氏の部屋が坂道ポスターであふれたら嫌だ」 48じゃなくて坂道かんおおんか他の推しメンバーだったら引くまあいいんじゃないとは言うけどいやここにはアイドルいるけどねとも言うよね <laughs> <laughs> ここにいますがみたいなすごいじゃあおとなしいですね 空いてそうだからまあ劇場には来ないんですけど家族は基本的に。なんかね別に行ってもいいなとは思ってたんだけどなんか何なんだ来てくれてもいいなとか思ってるんですけどなんか一回なんかそういうことがこの配信で配信でコメントで言われたんですよ。 ルアちゃんのなんなんかなん「なんとかと会いました」みたいな「お母さんと会いました」とか「<laughs> なんかあれお父さんですか?」とかコメント来て「よえー、みたいな <laughs> だからなんかそういうことがあったから <laughs> そうなんか生きづらくなったので。 まあファンの方がそういうコメントを <laughs> しなくなったらですね安心して来きていただきたいと思いますそうですぜひマナー守ってくれると嬉しいですはい同期のグッズが溢れてったらいや面白いねやばいよそれは。 どうしよう、しよめっちゃあの部屋中卵だらけだったらどうしよう3基の卵 <laughs> めっちゃ黄色っぽくなってもう花江ちゃんみたいになっちゃうかもしれない花江ちゃんなってサイリウム黄色黄色だからえ花江ちゃん推しですか <laughs> <laughs> 液状劇で顔見知りの人とあますつお顔知ってることですか 人見知りみたいでびっくりした、顔見知りってなんだって今思った。顔見知りとも言うんだね。はなにゃん。<laughs> なんかみんなはなにゃんって言ってるよね、わかる。だけど、たまにみんなはにょーんって言うんですよ。<laughs> 聞いてよ、はなちゃんから <laughs>。マジで面白い、本当に。本当に面白い、待って、やばい、マジで。 本当にはにょんじゃあちょっとその時の時お話するかなんかとってもあの時は私本当に「ハニョン」っていう花枝ちゃんのあだ名が決まってからだしその時決まった瞬間寝てて逆につぐみさん家みたいに地上波まで出演した例もある。 <laughs> そっちでもいいんですよね非常に絶対みんなファンの方挨拶しに行くんですよ <laughs> いやいつもお世話になってます <laughs> つぐみさんを産んでくれてありがとうございますとか絶対ファンの方言ってそうなんかねよく3期生の LINE が発動してるんですよだけどその発動した時って私大体寝てるんですね大体3期 ののラインの時寝ててうんなんだろうねだけどなんかでも相撲ちゃんとはるかちゃんとかゆうなちゃんとかはよく起きてます夜俺も劇場で仕事関係者を見つけると動揺するからみんな動 <laughs> 揺 かゆいかゆ仕事行きますけども頑張るお頑張ってね頑張るわファイトー 頑張ってね新潟晴れてきてうんマジで新潟見えないけどいいねでも今日は今日の予定はまず起きたじゃないですかで配信してるじゃないですかそれで 次何しようかな配信してでまた一休み寝て <laughs> また寝てそしたら12時に起きてまた12時から1時まで配信をしてそっからまた準備をして準備をして準備をしてでかわいい髪型にしてでで短期ョ触ルーム 楽しみ今日は本当に楽しみなんか仕事って感じがしないいい意味ねいい意味で仕事って感じがしないから <laughs> 卒業式終わったはい無事3月上旬に私が卒業しましたありがとうございますそ,それでずっとしたかった卒業パーティーの配信をね昨日できましたあはははって何 <laughs> 春休み特権そうですね3年間頑張ったので <laughs> 頑張ったので、はい、いやー高校では皆勤賞とか目指してみたいですけどねまあそうはいきませんよねあ多分どうせ皆勤賞でもなんか皆勤賞とかもらえなかった気がするからまあいっか <laughs> うん でもなんかでもいける気がする。だってマジでここ膨れた膨っちゃってる。マジかよどうしよう。会見所いける。四月から一年近くいそべるわ <laughs>。急にバブくなるやんそれ。 言い方しかもなんかひらがなってところがまたいいね1年1組1時くらいまで予定がワイトソックリアンってことは寝るの <laughs> 寝るのってことはみめんね本当に今日遅れてみんなも動揺したえ始まんないんだけどみたいなしかもそれ9分も続くとね本当に申し訳ないメンバーに会えるの楽しみだねそうだねそうそう 今日の企画が楽しみなんですよみんなまだ知らないでしょ <laughs> 楽しみにしててほしいな相撲ちゃんらしい企画となっておりますので配信終わったねます一緒やん一緒ですね眠た眠たい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 ,眠たい そう、今日は、今日の企画担当、すもちゃんなので。すもちゃん頑張れ。たくさん塩のコメントが来ると予想します。塩のコメントが。それまた楽しみやな。石器はあいうえおなら前の。ねえ、どんな感じになるんだろうね、まあ、それはリハーサルでね。決まりますで。また、今日もあれですよ、特典がありますので。 1>, 1位の方にはまあこれはもう最初の配信で言ってるからもう私言っていいんだけど1位の方には配信であ私のじゃないですよそのその7時から始まる配信で <coughs> 公式のやつで配信1位の方にはトートバッグをプレゼントさせていただくのではいうわ <laughs> 私はちなみに私はあれですねまだトートバッグ描いてないんですけどめっちゃめっちゃめっち,ち,ちゃめちゃめちゃめちゃベルワールドにしてデコレクションしたいと思います楽しみにしてください1位の方いないと思うけどうん。しかも1位の方初めてお見かけした方なので初めて見た ぜひともルアのファンにさせようとさせようと思います <laughs> ルアのファンにさせますはい頑張ります 100, 100位まで商品いやすごいことになるねそれは持ち歩くのもったいないねそうだねでもそのバッグにちょっと缶バッジとかつけてもらいたいからメンバーにご褒美 それがあれだねツイッターのフォロワーが頑張れたらご褒美来ますねはい今山形市に向かってるおすごい楽しそうだね映画とラーメンってはしごでいいです <laughs> 持ち歩くのもったいないんだけど是非とも使っていただきたいので使えそうなあの柄にします <laughs> よくわかしくなった すも <coughs> ちゃんはサララと魚の皮しか食べないと思うといや結構そんな感じですそれしかって言ったらじゃあこれはこれはこれはってなると思うんだけど結構それは食べてますはいこれ <laughs> は結構食べてるのを見るんだけど基本的にそれ以外はあんまりあんまりだよ <laughs> やばいやっ <laughs> 個人アカウントっっていつ,もいつになったらもらもえる <laughs> ごめんね私も分かんないんだそれ <laughs> もうちょっと待っててほしいうん私もさなんかさなんだろうねなんかメールとその個人アカウントの差をつけたくて分かるかな、まあ、例えば例えばね配信今できてるのが だからメールのなんだろうねメールを取ってくださる人のなんか特別感っていうのをなんかもっと出したいんですよだからなんかその差はなんか配信とは比べ物にならないじゃないですか配信では動画なので喋れるけどメールはやっぱり写真とか言葉なのでやっぱり結構そうなるとインスタとかツイッターとかに似てるって感じじゃないですか。 だからね、もっと特別感を出したいですしえっとなんかでも私が心がけてるのはちょっとなんかその時間に決まってれば配信時間をねメールの方には言ってますけどでも結局それってまあ配信に繋がるじゃないですかこのショールームに繋がるのでやっぱりもしかしたらショールーム撮ってない方もいますと思うしメールは撮ってるけどみたいな配信は。 みたいな方もいると思うんですけどそうなるとやっぱりね、まあ、言い方悪いですけど有利だから全全全全部の全国民がルのメールを見て特別感を出せるように何かしらしたいんですけどそう。け 最近めっちゃ写真,写真なんか写真上げるときめっちゃバン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 上げてたじゃん。だけどなんか多分読み込み写真が多いと多分読み込みっていうのが遅くてだからちょっと写真を少なくってなっちゃったので <laughs> 私多すぎるから基本的にだからルアは。 最近3枚くらいにしてるだからその <laughs> その影響でめっちゃアイドライズの写真を <laughs> 定期的に <laughs> 送ってますはいルアシュしかありがとう。t w i t t インスタ変顔写真いや変顔写真はねすごいでも結構ふわふわな感じにします女の子女の子 女の子が見ても可愛い好きってなってもらえるように女の子仕様にする自己がメール <laughs> うんたまにたまに送るね読み込みが楽しい結構でも読み込まないみんな私はさ送った側だからすぐポンって見れるんだけどさ送信済みメールが。 みんな結構読み込んでるもしかしてまだ新潟県民にイ・サベルは名前覚えてもらうそうだよねその活動もね活動幅がね頑張りますどう頑張ったら活用してもらえるのかも分かんないけど先が見えないままなんですけど とりま、頑張ってます。<laughs> 全身写真、おお、全身写真、おお、二千人いきました。ありがとうございます。全身写真か。確かに、でも全身写真。モザイクかける、大変なんですよね <laughs>。 1>, 1回にめっちゃめっちゃ細かいところまでチェックしてモザイクしてモザイクして,モザ,クしてモザイクしてっていう結構あれはこだわりありますモザイクには <laughs> <laughs> そハハ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 ハ でもメール頑張ってる方なんですけど。おばめの写真ツイッターで使いたくて。いや、そうだよね。でもたまに使ってる人いるじゃん。いや、有料だよって <laughs>。いや、有料ですよって思ってる。たまに。たまにね。たまにいるじゃん。え、これってもうおばめのメール あでもわかんないな私もさ、そういうさ、ファン側だった時ってさ、有料とさ、無料の区別つかなくて、あ、これどどっちだっけみたいな時あったのでよく。わ <laughs> かるわかる。わかるよ、みんな。なんなら全部モザイク。いや、全身写真見えないやないかい、それ。<laughs> ルアシーいるどこにいるってなる。<laughs> 途中からだったけど、声だけだったけど、元気でいたら仕事行ってくるな、ありがとうございます。私も仕事頑張ってね。ファイト、ファイト、ファイト。 まず <laughs> 趣味があることを大声で言いまくりするとか関係あるところに声かけてくれる <laughs> 趣味もねなんか自分に何もないんですよ本当に申し訳ない自分のいいところが何もないよお前の写真保存する時は間違えないように本文とスクショして保存するええ、すごっ 何とも気を使ってくださりありがとうございます公式しかなくて扱える写真覚えてる <laughs> マジでてかみんなもうおの写真あれなんだね保存してるんだねそれだみ私のびっくりしたことは今メール一日何通くらいですか まあつ送ってますだけど結構多い時は4通まあなんか4通送れるんですけど行ける時は4通送ってるんですけどなんか最近めっちゃのなんだろうね、まあ、外出することが多くなるんですよ、まあ、これからも今までも3月はね。でギガやばいなと思って最近めっちゃギガに気にしすぎて外でそんな携帯をいじってないんですね <laughs>。 <laughs> その影響でメールもその時に書けなくてめっちゃギガ気にしてる俺はだ,だから申し訳ない <laughs> ごめんなさい <laughs>、ねまあ、金沢とかもね3月25日にあるんですけどまあそういう時にあの残しておきたいので私のギガ今15ギガドストラグ写真部屋に貼りたいくらい <laughs>。 <laughs> ぜひぜひ貼ってくださいスクショとか画像保存で32以下のメモ,メモリがフルになっちゃったえー、私もあれですよもうギガオーバーですよもうすでにギガオーバーなんていうの容量がオーバーしてますす <laughs> オーバーバ中なんですけどなんんでけどとか写真は撮れてます。 なんかあくびしてる姿ロバみたいなんだけど <laughs> 自分の顔見て <laughs> なんかローのあくび姿ロバじゃんめっちゃ毎,毎月にギガ使わないすごあとりあえず私はギガオーバーを避けてるのでちょっとごめんなさい書ける時はめっちゃ書いてますだから基本的にお家帰ってきてから書くとか。 そうまあなんか無理な時は本当に書けなかったりしますしおはようだからそういう裏事情があります <laughs> 決してサボってるわけではないですはい外でかなんかねお仕事でなんか 見な見ないいざるるを得ない時があるんですよねここ開いてくださいとかなんか送ってくださいとかよくあるので、まあ、そういうのにも使いたいですしだったら別に自分の自分がいじっている時を削ってそっちに回しそんな感じかな。 切り取り線ア線テンションからい本当に切り取り線メールでよく切り取り線作ってるなんか私のメールのいいところとか教えてほしいそこを伸ばしてで他もまた頑張りたいぜひ <laughs> 是非なんかメール考えてるよって方にもう宣伝にもなりますし <laughs> 私が宣伝するんじゃないんです ギガ方あれねいいよねギガの使い方題いいと思うんだけどだけどなんか制限できるはずなのに自分でもね自分でもなんか絶対外で使わなくていいだろうって時に使ってるのでそれなんかギガお金払ってまででもそんな外で見たいわけじゃないのでなんかそう思うと「うんえーってなりますね。<laughs> 今日も頑張ったってマジで嬉しいおう嬉しいそうだ今日も一日お疲れ様とか私は予備かけをしておりますはいショールーム配信見るとすごく使う本当にそうなんかねショールーム春,末期生春祭三議制春祭りのショールームしたときにあの なんかコメント読みコメント読みもしてもらいたいんですけど、あの磯部さんの携帯でって言われておおおおと <laughs>。でも、磯部さんの携帯で見てもそんなに使わなかったからよかった。でも思ったよりね。1ギガとか使うかと思ったらそんなだった。そんなだったからもう良かったんだけど。だからそういうのに使いたいから普段使ってるのは使ってなくて。ギガは携帯はそんなにいじらないようにしてる。最近はね。 他のグループはこれ覚えててダンス動画送られてくるってことあるし、まあよくありますよねそういうのは。うん、一文字一文字繰り返し見てますだって。<笑><笑>そんなに私文字見られてるそんなでも文章気にしてないけど。 ね、メールは基本文章読み返さないですねでもたまにごじってるよねるわたまにねでもたまにでもごじってるのは基本的に気づくんですけどだからそんな見返さないその時の感情をねポンポンポン,ポン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 返ってってパーンって送りつけてますみんなに <laughs> みんなに送りつけるメールの返信とかもしてくれると嬉しいなえ<っ>わあめ <laughs> 今,今気にしないで今ちょっと <laughs>。 めっちゃスマートニュースが今 <laughs> スマートニュースが今上からバナー降りてきたから今めっちゃ見ちゃったえっと思って <laughs> メールいろんな表示見れます確かに「変身いつでも見れる」いやいつでも見れないんですけどまあ朝から朝の何時から夜の何時までって感じですねはいだから夜中の時とか送信してくださる方も結構いるんですけど私のファンの方 ごめんなさい夜中の時は夜中に見れなくて朝とかに見ますねまあ今この人深夜テンションやなとか <laughs> 思ってる <laughs>、はい、でもなんかそうだね私が見て元気になるん元気になる言葉をね書けてくれると嬉しいな これにて失礼、またね。おありがとうございました。お仕事ですかわからないけど頑張ってください。昔の写真めっちゃ好き。いや私もねなんかちょっと昔の写真を見てみようと思って昔の写真見たらなんかめっちゃ加工しちゃって。いこれルアじゃないと思ってルアじゃなかったほんとに絶対ルアじゃない昔の写真。<laughs> そのくらいやばかった。 基本支援に送っても <laughs> 面白いですよ。レースはみんな見てるんだなとねありがとうございます。かゆいかゆいかゆい。朝の空を見上げて。 普段とは違う写真も混ぜてくれたらしいです。え <laughs> っちょっと待って普段の写真を送ってるからまず自分で作れってことも自分で普段とは違う自分を作って送る。 どんな感じなんだろうねてやりやとめっちゃお腹鳴る めっちゃめっちゃお腹鳴るんだけど <laughs> ジェシーのモーニングルーティーああえ起きて起きて寝るだけだけどいい <laughs> え起きて寝るだけなんだけどさ <laughs> どうしたらいい <laughs> あドキューじゃん起きて で配信はするときはしてすぐ寝てみたいな感じうん、だからモーニングルーティーンじゃなくなってんだよねそうだからもう昼昼のルーティーンみたいになるよ <laughs> 基本的に朝はそんなに起きないうん 最近学校行ってる時は本当に朝起きて配信してでそれで終わって終わってご飯食べてでそれでなんかもう準備って感じですね朝起きて昼寝して夜寝たって伸びたくのび太くんの日記 そんな感じです本当に。よっしゃ開催行くぞ頑張ってねーそっかもう8時や。で何か食べてそうだね。基本的に食べますね。朝はマジ食べないと思食べないとって思ってってか朝一番食べてるかもしんない。そう最近はそうしてます。 よく朝昼兼用にしてますねというよりうんだから肩幅広いんだよな肩幅広いめっちゃでマジ、ま、のなで方本当にやばいよねこれもうさトートバッグかけてもさこんななってくるんよ ずるずるずるっと落ちるってくるのねもう何回も何回もこうやってバックまたそうトートバック落ちてくるんだよねこうやってるからだんだんこうやって落ちてくるどうしたらいい <laughs> なんかよく姿勢正してって言われるんだけど姿勢正してもさなんだろうここは変わらないんだよね基本的に。 <laughs> 分かんないどうしたら治りますかな,なんかちょっと姿勢について知ってる方いますか <laughs> あとまるでの骨格がなあのストレートっていうのもあるんですけど <laughs> ここがすごいガンダムみたいいやガンダムに失礼なんですけどガンダムみたい肩パット5枚重ねもうそれだったらいけそうだねここら辺になりそうこうやりたいな パッとがやっぱり背筋のね伸ばしてるんだよね。伸ばしてもなんかだらしないとか言れるけどこれこれもうなで方なんですって言ったよね <laughs> 言ってないけどはいすいません出て,てよか背筋直してる風に見せかけて全然直ってないんだけどね背筋は伸びてる でもよく私姿勢悪いですよね。公演の時はマジ悪いと。なんか忘れちゃう。はい。か誰か姿勢いいっていうスケム見せてくれたら、あやべえって思って姿勢多分伸ばします。配信やってるからこうなんですよね。私今こう見えてさ、こう見えてさ、めっちゃ前のめりこうやって配信してるんですよ。こうやって <laughs>。だから、 もっと配信で姿勢悪くなってると思うきっとそれもあるよね猫背っていうかまあ前のめりっていうかね首痛みるいやそれよくあります猫背猫背は昔からなんだけどほんとだ晴れてきたやったいいね 晴れてる中の睡眠はいいぞ <laughs> おはようグレトおはようそれではもう一回終わりにしようかなはい今日も見てくれてありがとう ほら配信環境の解説そうだね <laughs> 必要ですねお目送り声出せるからいい確かに ありがとうございました。<laughs> ぜひフォローしてくれて嬉しいです。はい13位サバサンド氏12位イチローバイボーイ氏11位ビーメガネ氏10位ヨチクン氏9位カナリー氏8位ガトランチス氏7位赤いミニ氏6位テッチャン氏5位天使のワケマイ氏4位ラーマ氏3位音速の気候子氏,氏 ありがとうございましたたくさんたくさんギフトとかありがとうございましたまずは三脚そうだね三脚頑張ります見てくれてありがとう <laughs> じゃあみんな今日も一日頑張りましょうまた12時から配信すると思います多分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 ねでそういえば紹介したいんだけど。 皆さんウェルカムコメントに私配信予定書いてるの気づいてましたかなウェルカムコメントにさやってるんだけど気づいてるうんなんかこのウェルカムコメントはよく配信時間を書いてるよとかもしたいんですけどそれプラスあのなんだっけ 普段もね、普段も配信決まったら、配信時間書いたりしてるので、ベルちゃんどうしたのかなって思ったときに、ウェルカムコメント開いてると、もしかしたらなんかコメント書いてあるかもしれませんし、あと、なんか、あの、ね、配信予定をね、知れたりします。はい。今気づいた、本当にじゃあよかったよって。 だから普段もね見てくれると嬉しいなって思います頑張ってウェルカムコメント活用する頑張ります <laughs> じゃあそれでは見てくれてありがとうございました今日も一日頑張りましょうじゃあ切るねありがとうございましたサイリウムカラーあ青白になっての y, y 顔の仕様ちょっと待ってねあ私赤顔になってます そう、ごめんね、青白に見えるかな。でも赤穴、赤は。最後のあくびが <laughs>、すいません、ありがとうございました。今度こそ、バイバーイ。